はい、イレブンチャンネルのジンです。今日は、ここね、JR 住吉駅にありますカトラ屋さんに今から行こうと思います。ここは阪神のね、元選手がやってるお店です。それでは、ゴー。 JR 住吉駅、ここは南口ですね。南口を降りたところ、ここちょっとロータリーになってるんですが、こんな感じでね、紅葉さんがあって、おそらくあそこですね。行ってみましょうか。危ないですよ。手を挙げてね、雨だからね。良い子は手を挙げて渡る。多分、お、着いちゃった、ここだ、ここだ、ここだ。はい、着きました、カトラ屋さん、ね、ここですね。看板の方は、馬刺しが美味しいのかな。カトラ屋さん、トラヤさん、電話番号ですね。こんな感じですね。あ、トラヤさん、それでは入りたいと思います。はい、今日はね、ここカトラヤさんに来ました。映ってますかね。はい、ここはね、元阪神の加藤貴之選手ね、2002年、ドラフト5位やとか6位やとか、同期入団でいうと赤星君と、藤本君と加納さん、この3人がいます。退団されたのは2004年に退団されてますけども、まあ、お店やられて何年かわからないんですが、一応加藤の川に虎に屋台の屋で加藤屋さんです。馬刺しが届きました。こんな感じ。こんな感じの馬刺しね。少ないだけ。これは鶏皮ポン酢ですね。美味しそうですね。はい、こっちは馬刺しです。なんかちょっと美味しくいただきます。広島買ってるわ。広島買ってる。パブリックビューイング。ね、ここね、名古屋やけんできるわね、雨でも。こんな感じです。馬刺しいただきます。今日はね、オフやから。
カトラヤさんですね、元阪神タイガースの選手、2002年の入団の加藤貴之さんですね。はい、はじめまして。ちょっと店の紹介をしてもらっていいですか。店の紹介、はい、はい、JR 住吉駅、神戸 JR 住吉駅で居酒屋をやってます。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、OK、はい、